たちの大学生です。いい匂いの人とかだと結構見た目関係なくモテるんじゃないか、なんか自分に気使ってる感じが分かるので。17歳です。21歳の大学3年生。 LINE がうまい。 LINE とかで言葉だけでも優しいこと言われたら転がっちゃう子多い気がして、本当さりげないのをこまめに言う人はやるなって思いますよ。お疲れとか、今日髪型似合ってたねとか、メイク変えたみたいな、そういうことが多分女の子は嬉しい。ちょっと地味でも分け隔てなく喋れる。陰で頑張ってる子とかは結構モテてたりします。スポーツとかがすごくてクール。あんまり自分のことを喋って表現しないけど、うちに秘めてるものがあるみたいな。コミュニケーション力高くて、話を聞くのが上手い人とかは容姿関係なく結構モテてるかもと思います、ね、中身が優しい人とかだったら実はイケメンだったみたいな。優しい男性。例えばバイトをしてる時に自分がつまずいたらそこを助けてくれたりとか。実は気が使える人。気遣いとかができる男性。見えないところ。雰囲気がかっこいいとかですかね。あとはレディーファーストができるとか。コミュニケーション能力が高い方はあんまり外見とかじゃなくて、そういう部分でモテてるなっていう感じがしますね。